おはようございます。まだ朝が早いのであまり大きい音で弾けないんですけど、フラガールの弾き方解説、3回ぐらいに分けてやりたいと思います。今日は1回目、まずイントロですね。ですね、まずね、これね、9、10、12、3弦から9、10、12、左手は人差し指、中指、これを何だろう、和音みたいに聞こえないように弾いた方が私はいいと思います。それで右手はこう自分の方に押し気味にしながら弾くといい音しますね。弦を横に、横っていうかこのギターに対してこう運ばないでギターの方に押して動かす、押し込んで弦高を低くしてといて、一本ずつ弾かないでほうきで吐くみたいに弾きます。自分の方に押し込みずらし、自分の方に押し込みずらし、自分の方に押し込みずらし、スイープするって言いますね。こう吐くように弾くやつね。でスイープする時の基本というのは、こう左手がバトンタッチするように、3弦が2弦、2弦が1弦にバトンタッチするように離していく。あまり早く離しすぎると今度スタッカートみたいになっちゃいますから、ギリギリまで押さえてて、だったらこれ押さえたままがいいじゃんとかってみんな絶対言うんですけど、こういう効果を狙う、ペダル踏んでるピアノみたいな効果を狙うんだったらいいけど、メロディー感は薄れます。次もこのDのコード、4弦弾かなきゃDのコードですよね。三角に押さえるやつね。これを先に押さえちゃったDで、なんでDかっていうと、余計な話ですけど、押さえといてってやれば楽じゃんって思うかもしれないんだけど、1個ずつ押さえながらやった方がメロディー感出ますね。でこの中指をずらします。この9だった中指を10にずらして、ずらすときにいつもここにずらせって言うじゃないですか、斜めにしたまま。今回は回転させながらずらしてください。回転させながら、そして同じような感じで、ね、小指のまま重要にいきます。でこれ同じ。でこれで A メロに入りますね。2ポジションで基本的に構えてください。めったなことじゃ1フレット出てきませんから、 D のキーなので、なので2フレットが人差し指になるような構えですね。ここから基準になってこう動いてるような感じ。はい、じゃあ A メロ、この時も斜めに構えてて、行った先ビブラート、ここ小指で薬指が、まあ、5から7ぐらいがいいと思います。
なんで小指がいいかっていうと、小指でやっとけば薬指がすぐ2弦で弾けますね。ここを薬指で弾いてしまう、小指でやって薬指で、そして中指で4から6、そうすると人差し指が自然と5が弾けるとね。もう一回やってみますね。はい、これで A メロ 1行目。じゃあ A メロ2行目、同じですかね、これね、同じですね。をやったらば、ですね、ここがスライド、中指でスライド、そしてはい、じゃあ次のがいっちゃいますね。次は同じ節が出てきたら同じに弾かないという基本ですね。似てるけどね。ドラララララ中指で3を押さえて弾いた瞬間に5、うん、ここは同じか、で次は似てるんだけど違うの。で中指で、4から6、もう一回止めちゃう。で次ここちょっと右に寄って固めの音にして、ここはこういうなんつうのかな、スライドギターを弾いてるかのごとくのこの音っていう、なんかこう、うん、緩やか感とこう対比させるようにハンマリングで鋭くやりますね。そしてここで1が出てくるんで、薬指で弾いてしまわないで小指、ここを小指にするのミソですね。はい、で次1弦で弾いた方がなんかサウンド感出るかなと思うんですけど、2弦で弾いた方が楽なので、で次は大問題なんですけど、ナイロン弦で、弦の短いソプラノウクレレ、ナイロン弦で、しかも弦長が短いソプラノウクレレで、7フレットをチョッキングするのは無理です。無理ですけど、まあ似た感じにするならば、この7フレットの音が9フレットの音になればいいんですけど、ならないんですけど、なるべく近づいてるような感じにさせます。1回上げて、1回上げる過程を聞かせながら弾いて、あと3回、うん、クインクインクイン上がってる音を弾いて、最後に下ろし切ってからもう1回弾きます。最初の1回は上げる途中、次からの3回は、うん、上がってる音をちょっとだけ下げて上げ、ちょっと下げ上げ、ちょっと下げ上げて上がってる音を3回で、次は下がってくる音をキープしながら下げ終わったところで1回弾きます。1+3+1 ですね。ちょっと前つぼ臭いんですが、
まあこんなような感じでやるしかないと思います。あ、それか、大きいテナウクレレを買って弾くですね。なんかいろいろ電波がこう混線したり、救急車が通ったり申し訳ないです。もうちょっとで終わったのにね。5を1回引いて、もう1回引いたらすぐ7ハンマリングで、次は2を引いた瞬間に5でですね。うん、次はまた2から、これ2からがいいですね。2から引いてすぐ、なので右手は2回引いてますね。そして997、ここ引いた方がいいかな、音が聞き取れなくですね。このぐらいにしとこうかな。もうちょっとやっとくか。で、ここ今中指が2弦の5に来てますね。そして小指で、3弦の7から9に、どこ行ったっけ。そして次2から4、小指で7から9で中指で6、そして人差し指が2から4これは簡単ですね。1ポジションに構えて、あ、2ポジションでいいのか。これスライド、はい、じゃあここから先は次回にした方がいいかな。はい、フラガールパート1、みんな楽しんで練習してくださいね。